となっている味の素フィールド西ヶ丘です。サイのプレーヤー上げました。今前半が始まりました。右のエンドにホームの FC 東京 U23、 左白のユニフォームがアウェーの藤枝です。中盤の中央品田太田です。太田から一気に矢島落としたところ、内田が入っていく。松岡前を向いて水野、タイの U23 代表バンコクユナイテッドからゴール、キム17歳、西登録のプレーヤー、アドバンテージを見ています。左サイド太田がいています。中3人、ファーサイド矢島が呼んでいます。ナットアウト、今野、ナットアウト、左太田前にナットアウト、そして太田オーバーラップ、矢島と内田クロスが入る。17歳のキムから19歳の品田、縦パスを入れてナットアウト。なったウッドは、なったウッド、矢島逆サイド、大きなスペースがある。ニアサイドへのボール、こぼれて松岡、このボールをなったウッドが狙います。1枚イエローカードをもらっているなったウッド。セットプレーから3バック中央の秋元が前に残っていました。 FC 東京 U23 カウンターに出ますが、藤枝のも、はい、ここで FC 東京 U23 が1人目の選手交代です。ナットウッドに代わって17歳の森田氏、高いボールこぼれて森島、そしてこの試合も無失点でのこの第3節も1点差、無失点に抑えて開幕から3連勝。